核ミサイルは核弾頭を搭載したミサイルのこと。核兵器運搬手段の一つ。多くの場合、誘導装置を持つミサイルだけではなく、無誘導のロケット弾を分類に含める。原子爆弾が開発された第二次世界大戦当時、それは航空機から投下する航空爆弾であった。弾道ミサイルは誕生したばかりで、爆撃精度、搭載量ともに不足しており、 またその技術はナチスドイツが独占していたため他の国が利用することはできなかった。戦争の終結とともに技術が拡散し各国が研究を進める中で最初に大型弾道ミサイル開発に成功したのはソビエト連邦だった。そしてソ連が1949年に原子爆弾を手にすると両者が組み合わされて最初の大陸間弾道ミサイルである R-7 が開発され、アメリカ合衆国を目標に配備されることになる。戦後すぐの頃の米国には巨大な航空機開発力とその成果である新英航空機、戦争を戦い抜いた強力な空軍部隊の存在があり、当時の核戦力は爆撃機部隊が中心となって担っていた。あとに B-36 となる巨大爆撃機10から10。 ボマーの開発はすでに戦争中から行われていた上、ドイツの交代抑理論を採用したジェット爆撃機の開発も始まっていた。また当時の重く大きい原子爆弾を運搬できる大型爆撃機はアメリカとイギリスにしかなかったこともあって、弾道ミサイルの開発は急がれてはいなかった。しかしながら B-29 のコピーであるツ -4 の存在や R-7 配備のニュースが報道されると、アメリカでも弾道ミサイルの開発に拍車がかかり、多種多様な弾道ミサイルが配備されることになる。これらの内陸軍の長距離ミサイルは、その後に空軍に移管されて運用が一本化され、これと空軍がもともと持っていた巡航ミサイルと戦略爆撃機の組み合わせによる核攻撃のミッション及び、 海軍の潜水艦発射弾道ミサイル搭載の原子力潜水艦を合わせて、いわゆるアメリカの核の三本柱が構成されることとなった。その後、国防予算の削減を目的として、新型爆撃機 XB-70 バルキリーの開発が中止されたり、ソルトやスタートなどの軍縮の影響で陸上配備の弾道ミサイルの増加に歯止めがかかると、 核戦力の比重が次第に海軍に移る結果となっている。結果的に核ミサイルはソ連が宣弁をつけ、その後をアメリカが追いかけ、追いついた形となった。核ミサイルとは空中を動力飛行して核攻撃を加える無人兵器と考えることができる。誘導装置があればミサイルと呼ばれ、なければロケット弾と呼ばれる。大気圏外を弾道を飛行する。 弾道ミサイルと大気圏内を飛行する有力の巡航ミサイルに大きく分けられる。なお、理論的には、ジェットエンジンで飛翔する無誘導の飛翔体も考えられるが、事業例はない。小型化や威力の増大、また水素爆弾の開発など核兵器そのものの研究が進むと、核兵器は多様な目標を持ち、多様な運搬プラットフォームに搭載されるようになる。 核爆弾の強大な破壊力は当時の原始的な誘導装置を補ってあまりあるものだった。つまり多少狙いが逸れても核兵器なら相手に被害を与えることが可能となるのである。しかしながら戦術的な核攻撃を端緒とする世界規模の核戦争が危惧され始めると核兵器への核弾頭の拡散は次第に低調になり冷戦が終了すると アメリカやロシアの戦術核ミサイルの多くは退役することとなった。現在ではこれらの国々においては核ミサイルのほとんどが戦略兵器として使用されている。その一方でミサイル技術の拡散とともに新しい弾道ミサイルが各国で開発されており、それらの国々の中には核兵器の開発に成功した国もある。これらの国々では 核ミサイルが運用されているものと考えられている。G2 核ロケット弾、ハウンドドッグソラ大地、ミサイルボマークチ対空ミサイル内キゼウス弾道弾、迎撃ミサイルミニットマン I 型、ICBM、メース B 巡航ミサイルパーシング I 短距離弾道、ミサイル。ありがとうございます。